つくば高速度電気鉄道株式会社は1920年代から1930年代に存在した日本の冬季目的鉄道事業者である。同社が不設免許を有していた東京市の上野駅と茨城県のつくば山を結ぶ鉄道路線についても記述する。この会社はもともと取得した鉄道不設免許を他社に売却することを目的として設立された。 陶器会社であり東武鉄道と現在の京成電鉄に売却を申し出て東京都心への経路確保に苦心していた京成に吸収合併された。この会社が計画した鉄道路線の本線は現在でいう東京都区部から埼玉県八代市、千葉県流山市を経て現在の茨城県つくば市を結ぶ放射状路線で 東京市内の一部区間については一部計画変更の上で建設、形成の路線として開業したが、大部分は免許を執行し、未成線となった。ただし、この路線計画自体は、右予曲折を経て、ほぼ実現することになる。東京都心側は、京成電鉄が開業させた、東鉄道の免許で実現した上の地下、乗り入れ筑波方面への構想自体は、 実ることになる1928年3月に、東京府北豊島郡日暮里町大技谷中本の日暮里駅を起点として、千葉県東葛飾郡流山町を経て、筑波山独の茨城県筑波郡、大村、筑波山に至る免許を取得した。他に支線として、1928年9月に、東京府南谷立郡西新井村の西新井駅手前の梅島付近で分岐し、 南葛飾郡亀青村の亀有金町の芝又、千葉県東葛飾郡国部村を経由して、東葛飾郡松戸町に至る路線と、国部から分岐して、東葛飾郡船橋町に至る路線。さらに10月には、上野駅下への路線延伸免許も申請し、船橋のべ新線については、北総鉄道との競合を理由に却下されたが、 1929年2月には上野延辺新線、6月には松戸延辺新線の免許をそれぞれ取得した。自社で建設するだけの資金はもともとなく、また現在の JR 常磐線や首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスも同様であるが、終点近くに気象庁知事機関側所がある関係で周辺では直流電化が認められず、建設できる技術的な目処もなかった。 このため免許を売り込むべく、まず、東武鉄道に話を持ちかけたが断られたため、今度は、京成電気軌道に話を持ちかけた。当時の京成は、押上駅が東京ガーターミナルであり、浅草乗り入れの認可をめぐり疑惑事件を起こして、頓挫するなど、都心へのルート確保に不信していたため、この話を二つ返事で受け入れている。すなわち、現在の京成本線、京成上野駅。 戦場大橋駅付近間は、もともと、筑波高速度電気鉄道が、鉄道不設免許を所持していた区間であり、同社名義で、着工の後、同社を買収した、京成電気軌道が完成させ、現在の本線の一部となっている。また、戦場大橋駅付近は青戸駅までの区間についても、先の松戸支線のルートを一部変更した上で、同様に開通させたものである。こうして、 日暮里会業1年前の1930年10月に、京成電気軌道と合併して会社は消滅することになるが、現在も東京都公文書館に所蔵されている、柳原青都館工事志向認可申請書、線路実測平面図線獣、青都館等には、筑波高速度電気鉄道株式会社の社名が記されており、工事途中までは、 つくば高速度電気鉄道の名のもとに行われたことを今に伝えている。また、現在の京成上野駅と東京地下鉄の上野駅を結ぶ地下道もつくば高速度電気鉄道の発注により東京地下鉄道が建設したことが知られている。つくば高速度電気鉄道の取締役は京成に取締役として迎えられた。なお、東部が 合併話を断ったのはこの会社を安く買いたたく、腹積もりがあったためで、当時東部と対立していた形成との合併話が決まると激怒したという。建設計画から外された、梅島村、大村間の免許は特許に引き継がれることなく1931年12月11日に、執行、さらに建設されないまま残された、千住大橋駅付近梅島村の特許。 青と松戸支線の免許も、後年同様に失効している。なお、同支線の構想の代わりに、太平洋戦争後になって新京成電鉄が、新京成線を延伸させる形で、松戸柴又間の免許を取得し、一部では、用地の買収も行ったが、地元の反対があり、この計画を断念している。その後、失効した埼玉県八尾市と茨城県つくば市の間は、 1980年代より、常磐新線計画の一部として着手され、2005年8月24日に、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスがほぼ同じ、経路を含めて開業した。また、支線の国部方面へもそれより、約14年早い1991年3月31日に、現在の北総鉄道北総線として開通しており、 つくば高速度電気鉄道が最初に構想した路線は70年以上の時を経て、その大部分が実現した形となった。接続路線の事業者や、所在地の名称などは1931年12月10日時点。控開通区間の駅の記載内容についてはすべて予定。所在地については、用地買収以前に免許執行しているため、およその予定地である。鉄道免許状家府、 漢方九百二十八年三月十七日、鉄道免許状家付。漢方九百二十九年二月十二日、鉄道免許状家付。漢方九百二十九年六月六日、鉄道統計資料。昭和五年度第三編監督、特別展、川の手放水路のある風景、展示ズロックかつ資格強度と天文の博物館七十八ページより、鉄道企業廃止許可、 漢方1931年12月15日、ありがとうございます。